こんにちは、西内まりあです。今日は私のバッグの中身を紹介していこうと思います。まず最初にお財布、これはプラダのミニ財布になってます。割とちっちゃい方が私は使い心地が良くて、これをずっと愛用しています。 iPhone、 これも今はちょっとケース入れてないんですけれども、割と落としやすいので気をつけて、使っております。友達が描いてくれた絵なんですよ。で、結構仲が良くって、なんかこう私がミーアキャットに似てるからって言ってミーアキャットを描いてくれました。そして次はじゃん、サングラス。私は目が色素が薄くって、目から日焼けしないようによくサングラスをつけてます。これもすごくお気に入りです。アンブッシュのサングラスです。ハンドクリーム、エトボスっていうところのブランドなんですけど、すごく伸びが良くて、で香りがこうフルーティーというか、ね、すごくお気に入りです。乾燥しがちなのでハンドクリームはよく持ち歩いています。乾燥で言うとこちら、エルメスのネイル&キューティクルオイル。これもオイルなんですけど、結構ささくれができるので、結構撮影の時だとか現場とかでは、待ち時間とか休憩時間とかに爪の横とかに塗って保湿をしています。これビーツのイヤホンなんですけど、ビート音というか低い音がすごい好きなので、ビーツで結構大音量で聴いたりしてます。最近だとアデルの新しい、アルバムですねの Easy on Me とか、あとロロズワイさんっていうアーティストさんですね。私にとってはこう音楽は日頃の中ではなくてはならないマストなものなので、これは絶対入れてます。これリップですね。これはイヴ・サンローランのやつなんですけど、ちょっと可愛くないですか見た目。これ入れてるだけでちょっとワクワクしますよね。こちらケースですね。パスケースなんですけど、この中に目薬を入れてたりとか、リップだったりとか、あとこれ酵素ですね。本当に毎日飲んでて、すごく体の調子がいいです。続きましてはこちら、日頃使っている香水です。これはね、リブレっていうイヴ・サンローランの香水なんですけど、本当に気に入ってて、もうここ3年ぐらいは使ってますね。これエトボスのアロマ、これも待ち時間とか控え室とか、なんかこうちょっとリラックスしたいなっていう時に、このアロマをここの木の上に垂らすんですよ。で置いとくと、もうずっと香りが、いい香りが続くので、結構これ持ち運びに便利で、こうやって持って現場に行ったりとかします。これ温感カッサ、これすごく便利で、体も頭もここの頬骨とかも使えるので、すごく気に入ってます。これお伊勢さんのお清め塩スプレー、ちょっとこう気持ちを切り替えたい時とか、なんかここ合わないなとか、こうここの場所嫌だなとか、そういう時にこう塩です、こう浄化とかすると気持ちも一新するので、これは結構マストアイテムですね。蒸気でマスク、これは移動中とかですね、やっぱり普通のマスクよりも蒸気ですごく保湿されるので、こっちのアイマスクもありますけど、最近はこの普通のマスクバージョンもつけたりとかしてます。ボイスレコーダー、最近こう音楽の仕事とかもするようになってから、こう思いついたメロディーを録音したりとか、何かこう留めておきたいいろんな思いだったりとか、日々過ごしてて感じることとかをここにこうポッと自分の口でメモリーしたりとか、あとまあそういうなんか気になる音を取ったりとか、結構こう音ヘチなので使ったりとかしてます。そして最後お菓子です。まあ、ミックスナッツは本当に、まあ、あまりこう体に負担もなくというか、すごくなんていうのヘルシーだし、
でも梅しばは必需品ですね。絶対に毎日食べてるんですけど、あの今日はこの撮影ということで昨日食べなかったので今からいただきます。美味しい。最後にこのバッグは、ロエベのアマソナっていうバッグです。コンパクトに見えてというか本当にコンパクトなのにすごく間違って中が広くてこれだけのものが入りました。バッグ自体が重すぎちゃうと結構こう荷物入れるともっと重くなっちゃうので、割とこう何も入れてない状態で軽めのものとかそういうのはすごく好きです。以上、私のバッグの中身の紹介でした。ありがとうございました。また。